はい、おはようございます。今日は10月の22日の金曜日です。ちょっと暖かくなっておりますが、今日もウール着ます。はい、暖かいけどウールが着れる、夏襦袢を着てウール着ますね。トスコハンの色襦袢です。ちょっとほっこりしたものは着たくなりますね、これだけ寒くなってくると。ただまだ暖房がそこまで強くないので、ちょっと冷え込むと結構寒く感じるので、ちょっとあったかいの着ときたいかなって感じですね。はい、着物はゆうこさんのお下がりですね。はい、ウールの着物で広襟です。はい、スナップボタンで止まっております。この着物はゆうこさんが若い時にお母さんに作ってもらったんだか、おばあちゃんに作ってもらったんだか忘れたけど、とにかくゆうこさんの若い時の、仕立てた着物だそうです。はい、でゆうこさんも着物生活になってから一回この着物も着たみたいなんですけど、やはり住んでるところが石川県よりもちょっとあったかいので、ちょっと着る時期ないなみたいな、私着る時期ないやってなって、じゃあ私もらうかってなったっていう感じですね。久しぶりに広襟だよ。ちょっと今日は折っとこう。昔のウールで広襟仕立て、バチ襟仕立て両方存在してますね。生地感とかそのお仕立て屋さんの感覚だったりとか、お客様の相性で、変わってったんだろうなと思いますけどね。今でもやっぱり木綿の着物でも広襟仕立てが好きな方は広襟に仕立てますしね。でバチが好きな方は証券でもバチっていう感じですし、その方の着方とか用途に合わせてとか、あとは体に合わせてとかなのかなと思いますね。訪問着とかはバチではないですけどね、もともとねそういう仕立てではないっていう分類の着物なんですけど、他に関しては割に好きにしていいんですけど、仕立て代的にバチ襟の方が広襟仕立てよりも安いっていうのがほとんどそうなんじゃないかな。広襟仕立てってなんか高級仕立てって言葉もあるぐらいだから、広襟の方が高い仕立て代なはず。襟裏になんかこうなんかつけなきゃいけないからね、襟裏の違う生地をね。この広襟はやっぱりね、ここがモコモコしてくるので
ちゃんと折り上げて、おはしょりにはないようにしたい感じですね。中の下前は。でもあれですよ、あの色無地に関してはバチで作ったりもあります。色無地と黒紋付きですね。用途に合わせてなんですけど、私あの一応お悔やみの時用に作った色無地黒留め黒紋付きの方はバチにしてますね。どこで着替えるか分かんないっていうのもあって、どこででも着替えれるようにバチ襟仕立てにしてます。広襟だとやっぱ鏡ないとマジで着れないので、私でもゆうこさんね、私よりちょっと背が高いので、いつもよりちょっとおはしょりが長いんだけど、あの結構ウールおはしょり短いとめっちゃずれてくるんで、割にちょっと長い方が安定して着やすいかなって感じ。見事にサイズ感が近いんですよね。本当後ろ幅ちょっと違うぐらいなんじゃないけ、ゆうこさんとは。多分袖の長さとか、この雪ですね、袖って言ったらダメって書かれたんだって、雪の長ささほど変わんない気がする。で今日は着物オフさんで、作っております。着物から帯にするっていうのをやってくださってるんですよね、着物オフさんも。やっぱあの店にある、お店にある着物で短くてもう全然いい生地なんだけど、誰にもサイズ感的に合わないとかね、そういうのとかがあると潰して、帯に仕立て直して販売っていうのを今力入れてくださってます。そうすることによって、着物好きの方がより楽しい帯に出会えるかなと。でまたね、あの着られなくなる着物が、なんていうのかな、ただの端切れとして売られるのではなくて、こうやって商品になって売られることによって、また命が長引くかというので、そういうふうにしてくださってて、あのいいことだなと思うんですよね。で、あの帯を作ってくれる方に出会えたからできたというふうにお話しされておりました。で、これは初期の方のものでございますので、ちょっと芯が硬いんですよね。ちょっと重く仕上がってて、今はもっとね軽くて柔らかくなってますんで、もしよかったら着物オフさん見てみたらいいかと思います。はい。で、サラサガラって言ったらいいのかな？裏が紬です。裏はつるっとした感じの紬です。こっちもね可愛いんだけど、こっちにしたいさっていうことで、で赤い帯締めはモタハンさんとこのひびひもの原型になった色ですね。同じ色でございます。はい、この子だけは私ねまだね元気なのでひびひも買わなかったんすよ。もう他の色はだいたいやばいんで買うことになったんですけれども、どうせ同じ色を探すことになるしね。で今日はこのガチッとした帯の方が着物との相性もいいなと思って、なんせ広襟だしもこもこしてるしふんわり着たいので、あんまりギュッとは着たくないから、紡ぎ帯だったらふわっと締めて、あんまりきつく締めなくても、これ芯硬いし形になりやすいしいいかなと思ってこちらにしました。帯と着物の相性って結構あるので、滑りやすい帯に滑りやすい着物だと、帯がほどけてこないかっていうので、
なんていうのかな、姿勢がおかしくなっちゃうんですよね。帯意識しすぎると、帯ゆるくしすぎるのも姿勢に響きます。やっぱこう帯支えようとしてね、一番ダメなの下っ腹突き出す形になるのが一番良くない。うん、なので帯が空中で止まってるっていうのが理想かな。あ、いい感じ、ちっちゃくできた。まあ帯芯硬いと重いんですけど、締めちゃうとこう空中にピタッと止まっちゃうと軽いんですけどね。でもやっぱ季節感と生地感ありますよね。やっぱ冬、このこれからの季節じゃないとこういう帯楽しめないし、あとは着物もね、うん、やっぱ冬の方が着込むのでよりふんわり着れるかもしれないですね、夏よりも。今日はかなり帯を緩くしてます。回しやすかった。この着物ももらった時確かお泊まり会をしていて、羽織ったら着れたからそのままもらって帰ったって感じだったんだけど、私もあんまりこういただくとキリがないので、なるべく本当に着れるものしか、あのなるべくあのもういただかないようにはしてるんですけれども、たまたま、うん、ウールちょうど去年あたりからもうダメになってしまって、ちょっとウール探してんだよねって言ってたら、ゆうこさんが私ウール着ないんだよねもうっていうのでいただいたという感じです。はい、娘さんみたいですね。はい、今日こんな感じでございます。はい、ちょっと赤が沈むかな、うーん、黄色にしようか赤にしようか悩んだんだけど、黄色の方が良かったかな。黄色の方がやっぱいいか。ちょっと黄色に変えますすん。変えますすん。黄色もね、このからし色、このなんていうの、みかん色も、もたはんさんのひびひもで頼んでて、一番いい色が今またあの見本に行っちゃってるんで。どうなってんだって感じですけど。ちょっとね、明るいかちょっと暗いしかなくって、間が欲しいんだけどって、間持ってってるわそういえばっていう話でね。私ももう買いますよ本当に。ちょっと面白い関係性だよね、フラットでいいよね。近所の知り合いみたいな感じになってるよね。ちょっと貸してと。はい、あ、この方がいいね。結構赤が目立ったんでこっちにします。はい、今日は黄色にしますね、帯締め。はい、黄色黄色に合わせます。やっぱすっきりと。はい、ですね、中が夏襦袢なんですけど、着物はウール。こういう着方がダメっていう起きてはないんで、自分の体調に合わせてください。私、リサイクルのトスコアさんの長襦袢をずっと愛用してた頃、このトスコアの色襦袢を作る前ですね、相当長い間やっぱりトスコアさん着てました。うん、で、ウールもあのモスも薄いモスをかなり着てました。まだ、完全に寒くなってないので、そういう時期が毎年ね、長かったり短かったりバラバラなんですけど、その年に合わせて、チョイスしている感じです。で、なんだろうな、
飽きもせずに、来てるという感じですかね。はい。で、ですね、広襟ですね。ここら辺の最後の始末がわかんないって方いらっしゃるんですけど、ここまあ折っても折らなくてもみたいな感じなんです。まあ綺麗になってればいいんですけれども、ここで広がっここで折り目が終わるっていうのはすごく変なので、こういうとこで折り目終わってる方いらっしゃるんですけど、そこお気をつけください。ここはちゃんと折りましょうね。ある程度ちょっとでもいいんで折りましょうね。はい。まあ前にねこう出てくるとこなんで、やっぱね目立ちますし気になりますよね。ここからメロンと出ちゃってるとね。で、出ないようにっていうと、やっぱここら辺まではしっかり折らないと戻ってきちゃうかなっていう感じですね。帯のここら辺までは最悪でもギリギリ折った方がいいですよっていう感じですね。はい。で、帯が、着物婦さんの紡ぎ帯ですね。いいことね、紡ぎ帯増えるのは。で、帯締めが、黄色で襟手を合わせました。結局は赤諦めました。ここに合わせてしたんだけどね、ちょっといい色がなかった。で、足袋が、毛糸玉の柄のウビスタビさんのネルの足袋ですね。めっちゃブーって言ってる。はい。で、かんざしが今日は水引きかんざしの紫と赤い刺繍でございます。はい。今日こんな感じで過ごしたいと思います。はい。ちょっと女の子って感じのコーデになってます。はい。ね、47です。はい。47だけどこういうの着れるよっていう話でございますね。はい。あんま年は関係なく着れるんで気にしないでいいかと思いますね。どっちかっていうとその方の髪の色が気になるかな。髪の色、あとは肌の色、口紅の色などのね、こうパッと見た時に目立つ色、アイ、あと眉の色とかね、そういう色とこの着物の雰囲気が合えばいいんじゃないかなと思いますね。うん。どうですかね。あんま着物って、地味な色、逆に若い方の方が似合って、可愛い色の方が年取ってからの方が似合うことが多くって、私はね訪問着がくすんだピンク色なんですけれども、ピンクっつってもかなりくすみピンクなんですけど、若い時全然似合わなかったんですけど、40過ぎてきたらめちゃめちゃ似合いましたね。そういうのってありますね。なんでピンクが着れないとかはないですね。ピンクってグレーヘアの方にすごく似合う色ですので、ピンクの着物を持っていらっしゃる方、ぜひねグレーヘアの方は着てたらいいんじゃないかなと思いますね。男性でもそうですよね。グレーヘアの方は結構ピンクの薄いピンクの、例えばなんだろう、ワイシャツの中に着るようなベストとか結構キュートに似合いますよね。日本人はピンク似合うと思うんですよ、すごく。いやらしくなく着れるのでね、ぜひぜひでございますが、これ可愛らしい、珍しいですよね、私がチェックを着るっていうのはね。島なんだけど格子柄ですね。一応これ格子ですね。で、ものすごく紡ぎに見えます。紡ぎに見えるウールですね。この種類のウールも最近リサイクルショップで見るウールです。なので昭和でも、もう昭和なのか平成か、平成初めぐらいは流行ってた生地なんじゃないかなと思いますね。なのでそんなに古い生地ではないので、ウールとしても痒くないですね。あったかい、保温性も高くてあったかくて軽いんだけど寒くないので、生地としてすごく優秀な子だと思うので、もしね見つけたら、結構こういう
あの格子柄が多いです。うん、格子柄とかモザイク柄とか、なんていうのかな、あの古文柄ではない感じの、本当に紬に見える、うん、感じのウールですね。紬に見せたかったウールシリーズなんだと思うんですけどね。ちょっと前はね、コモンに見せたかったウールシリーズがすごい流行ってましたけどね。多分昭和の終わりが、あの紬ブームが最後にあった時だったので、平成の初めの方まで続いてたと思うんですけど、その紬ブームにあやかって紬っぽいウールを作っていたんじゃないかと思いますね。私の予想、なんていうのかな、私の勘ですよこれは私の読みですよ。あのファッション誌とかがすごく好きで、洋裁学校行ってたので、ファッションから学ぶ経済みたいなのとかもすごい好きなんですよね。こういう色が流行る頃は、あの不景気だったり景気が良くなる証だったりとか、そういうのがあるんですよね。やっぱりみんながいいなと思う色がそういう雰囲気だったりとかあるので、そういうのを見るのも好きだったりするんですけれども、着物もやっぱり特にウールは何かに似せてウールにしているので、その時流行ってたものをウールに落とし込んでる場合がすごく多いので、多分その紬ブーム、多分上田紬とかもすっごい売れてた頃だと思うんですけどね。あ、上田紬の格子っぽいなと思って見てたんですよね上田紬見に行った時にね、あのこの紬系はその時代のだろうなと思いながらね、そこが流行った時代のなんだろうなって思って見てたんですけど、やっぱあの流行り廃りがあるのがファッションで、やっぱ着物の中にも流行り廃りがちゃんと残ってるということで、だけど一切合切まとめてウールっていう形でリサイクルショップでは販売してますし、あの年代が分かるわけでもないですし、原材料がはっきり表記されてるわけでもないので、あの丈が長き、あの雪が長かったり丈が長かったり、サイズが大きければ高く売れるし、小さければあんまりあの値段もつけれないっていうのが、どれだけ綺麗な着物ウールなんて特にそうなんですけど、まあ、あのどこ行ってもそんな感じです。はい、なので、いろんな時代のウールコーナーにはいろんな時代の流行った形跡が実はあるというのを少し見て、でこれの元は何かなっていうのを考えたら楽しいと思いますね。かすりに憧れた時代の、かすりっぽいウール、大島が流行った時の大島っぽいウールとかね、そういうのもあの面白いんで、ぜひね、あのウールからこれ何に似せたんだろうって、サマーウールもね、あの小千谷縮みに似せてるんですよね。昔のサマーウールのあの柄っていうのは、小千谷縮みも昔はああいう可愛い柄があったっていうのをお聞きして、なるほどなっていうのを感じたんですけれども、あのそういうのを感じ取っていただけたらとても面白いのではないかと思いますやっぱウールっていっぱい作られるので、一旦二旦でできるものじゃないので、多分その時の流行りのものを作られていると思うので、そういうのあの分かると、またなんか着物のファッション誌が分かったらちょっと楽しい。まあ全然あれですね、知らなくても人生に何にも問題はないんですけど、ただ楽しいっていうだけなんですけど、リサイクルショップ行って、安いものを買うというのではなく、昔の着物と触れ合うっていうのが私の中でのあのもうね醍醐味になってるので、もうあの至福の時なんですよねタイムスリップして、この時代こういうの流行ったのかな、こうだったのかな、気象環境がこれだったからこれだけごっついのが必要だったのかなとかね、そういうのをねこうふわって妄想しながら、リサイクルショップに行くと ものすごく楽しいですみんながみんなそうか分かんないけど、私はものすごく楽しいです一つの楽しみ方です。まあ、あのなんだろうな、
ちゃんとした教科書もないですし、資料も残ってないんで、あるものから推測してこうね、思いを馳せるしかないんですけど、そこがまたねちょっとずれてても自由で楽しいなと思うし、なんかいい風にいろいろ考えたいなと思いますね。いい風に理解して解釈して楽しんでいきたいなと思いますね、うん。でまあ答えもないしテストもないので、忘れたってどうでもいいことなんですけどねまあでも副奏詞は楽しいですよ。世界の副奏詞も楽しいですよ。下着の歴史とかも楽しいですよ。勉強した時すごく楽しかったですね。クレオパトラまで行きますね女性の最初にブラジャーをつけた人はクレオパトラなんですよそこまで行くんですね。女性の下着の歴史を調べて上げてレポートを出した記憶がありますね。専門学校の時すごく楽しかったですね。最終的にああなるほどなと思って、男性によく見られるようにと思って着てたものが、まあ女性の動きを束縛するものに変わって、今は女性が自由に選べる時代になったっていうのが流れなんじゃないかなと思うんですけどね。なんかそういうのとかも見てて楽しいんですけど、その束縛を、ね、女性の体を束縛する下着だった時代に日本は束縛する下着というものは存在せずに、その恥ずかしめる、民族衣装というものもなかったっていうのが非常に稀な国だなというのをすごく思うんですよね。なので多分その女の人に本当に優しい民族衣装だったからこそ今も着たいと今の時代の人が思ったり、今の時代の人が昔の着物に憧れたりっていうのが存在するんじゃないかなと思いますね、うん。だからすごく ものすごく日本ってまあちょっと変わった国だったんだろうなというふうに思いますね、はい、そうですね。なんかお隣さんの国とかのね、やっぱり民族衣装の歴史とかをちらっと見ると、ちょっと無理だわ、こんな時代の着れないわっていうぐらい露出させられたりするようなね、民族衣装もあるじゃないですか。まあ今 YouTube 上でちょっと言えないですけどねね、そういうのを考えると、の日本は露出させられてたっていう時代はなかったので、いい国だなと思いますよね、うん。まあ、もっとグダグダに来てたとは思うんですけどね。でもあえてこうね、出してるとかね、もうその肋骨がね食い込むぐらいウエストを締めなきゃいけなくて、出産もできなくなるような体にさせられるとかね、歩けないぐらい小さな足にさせられるとか、そういうのはなかったので、やっぱりちょっと違う国だったんだなっていうふうに思いますね、うん。ですごく誇らしいと思います、着物という民族衣装をまとえることも誇らしいと思いますし、その淡々とした歴史の中に自分もいるっていうのも非常に幸せに思います、うん、味わってください皆様もはい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。本当にね、急に寒くなってきたので、マジで着物日和到来でございます。こうやってね、まだ暖房がそこまで強くない時期だからこそ、逆にウールが今の住環境でも着れたりするので、寒がりの方とかはね、逆にね真冬になるとね、本当に暖房が強くなってそこまであったかいものが着れなくなったり、あと本格的に下着があったかいのに変わったら暑くて着れなかったりっていうのもあるので、多分この時期が一番着れるんじゃないかなと思って、今年はなんていうのかな、いつもは私やっぱり自分の生活が乱れるのは嫌なので、着物って何回か洗ったら何回か着たら洗って片付けるんですね。で
夏は一回着たら洗うんですよ。大概は汗もかくし、なんか汚れるし、動きも雑なんでしょうね、暑くってだけどこの時期になってくると一回じゃ洗わないんですよね。で特にウールは一回着たぐらいじゃ汚れないんですよ。よっぽどの仕事着にしない限り汚れないので、なのでいつもだったらかけておいてローテーションして、そうですね、ウールだったら5回ぐらいは着るかな、着て洗って片すっていう動きをしているので、今日の着物インスタとかでねバーってスクロールして見ていただくと分かるんですけど、固まって同じ着物何回も着てていきなり消えてっていう動きになってると思うんですよ。普通だったらそういう風に着ていくべきだと思うんですね。着物の着方としてはね、あんま吊るしっぱなし良くないんで。なんだけどそれだとちょっと今回ウールいっぱいいただいたりとかもあったり、今年急に寒くなったので、去年はあんまりウールこの時期も着れなかったんですけれども、今年はうまく着れるなと思ったので、なるべくウールもいろいろあるのをお見せしたいので、一回着たらちょっとはい干しといて、その後洗わずに畳んで、で何月何日に来たっていうのを印しといて、また大きなローテーションで着ていこうかなと思っていますので、いろんな着物をお見せできるかなと思います、はい、いただいた着物もいっぱいあるのでそれも着ていきたいですし、ウールも何着もあるので上手に着回していって、木綿の着物、ウールの着物、証券の紡ぎをうまい具合冬に全部お見せできるように今年はしていきたいかなと思っているので、ちょっとしたファッションショーみたいになるかもしれませんで、まあ本当は5回ぐらい着たいんで、本当うまいこといけば何週かその大きなローテーションができればなと思ってるんですけど、最悪まあウールは本当に暑くなると着れなくなったり急になるので、最後に衣替えの時にもう着ないなって思ったら洗って片すっていうだけになるかもしれないんですけど、とりあえず出して着るっていう風にして皆様にお見せいたしますので、楽しんでいただけたらなと思います。すごい着物あるねって思われると思うんですけど、すっごいあるんです着物なので本当はいただかなくていいぐらいあるんですけれども、そして着物屋さんに行ってチャーシャーと買わなくてもいいのに着れちゃうからね。ねねなんかね、ほらほらぴったりな着物が出会っちゃうじゃんねということで増えていってしまうんですよ。これ着物見あるあるだと思うんですけれども、それを上手に着ていけたらなと思うし、まあそんなに着なくてもそうやってちょっと着てそのだいぶ大きなローテーションで回すっていうことで着物の劣化も防げるかなというふうに思いますんで、着物のためにも、あとはまあコーディネート見ている方のね楽しみのためにも、ちょっと自分のやり方を一回変えてみようかなと思っておりますので、またもうそうですね、木綿だけはやっぱり洗って片したいので、木綿を一回出すと何回か木綿出てくると思いますそこはご了承くださいませ。なんだけどウールに関してはパッパッパッと出ては消えてはするかと思いますので、ちょっとウールをお楽しみいただけたらなと思います。去年あんまりウールね出せなかったんですよね。これね体調にもよるんですよね体調と気温にもよるんであれだったんですけど、今年は着れそうなので今のうちにいろいろ着て楽しみたいと思いますので、いろんなウールがあるよという感じですね。昨日お見せしたこちらのウールもそんなに古いウールではないけど、多分これよりもこの子は10年ちょっと昔な気がしますね。所有者の方の年齢を考えると多分そんな感じだと思います。なのでこの子はもうちょっと時間が経ってるかなという感じですね。この子よりもはい、なんかそんな感じで見ていったら、
ちょっと昭和のイケイケ感が出てますよね。もう着物勝つしなみたいなね負ける気しねえわっていう時代ですねまあだいぶ落ち着いてきている時代ではないかなと思うんですけれどもね。この落ち着いてきている時代も可愛いですよね。ほっこりしてて着心地はとてもいいです。昨日のね、ウールも着心地非常に良かったです。そんなにね暑くならないし、あの着てて軽いし、伸び縮みも伸びますね。ちょっと伸びてすぐ元に戻るんですけど、あの生地感的にも非常に着やすい、ウールでした。はい、こちらもっとごっつい、着た時あったかい、ほっこりします。ほんとね、ちょっと何かを羽織りたいっていうぐらい寒い時にちょうどいい感じのウールです。はい、またね、近くのリサイクルショップでウール見て、いつの時代かなっていうの推測してみてくださいそんな感じでございます。はい、それでは皆様良い一日を。はい、はい、チャンネル登録はこちらです外で撮りたい。あ、さようですね。はい。